番近いことだよ。犬日が陰ると寒くなるな。もう夜は暖かいところでじっとしてるね。火鉢のところは なぜか馬を思い出すから、あいつら実は体温が非常に高くて、馬に抱きついとるだけで暖かい、蹴られんようにだけ。馬中生きも非常に賢いでな、毎日顔を合わせておれば自分のことをきちんと主人と認識する数少ない。あとは慣れ親しんだ人間のことは何かない限りは困った。実は蹴ることはあるけど、馬が蹴るのは実はあれは反射なんだよ。反射みたいなもの、まあ要は防衛本能で自分の背後におるものを撃退しようとするために後ろ足を蹴り上げる、まあ、あれはたとえ誰が立ったところで蹴られるもんは蹴られる。というのも実は馬というのはほとんど全部見えとるんじゃけども、実は真後ろだけは見えとらんのだな。あいつらその真後ろ唯一見えておらん部分から近づいてきたものに対しては、まあ、防衛本能が働いてしまう。ただ慣れ親しんだもののことはたとえ馬から落としたとしても踏むことが似合う。実はな、それこそきちんと手なずけた馬に関しては自分の骨折ってでも主人を踏まないように構うものも多い。大体落馬した時なんか馬の体勢が崩れるとか、馬もえらい思いしとるんだけれども、それでもなお人を守ろうとするほどに忠誠心が高いです。よくあるのが、例えば馬の上で流れ玉に当たって重傷を負った際、原則的に馬っていうのは上に人が残って勝手に動くことはない。動くときは必ず 人から何かしらの干渉がある。頭がええで。だってよく馬乗って勝手に走り出して慌てて落馬するやつがいる。あれは緊張しすぎて足に力入れすぎる。大体馬は腹がケツただけや走り出すで、よく上で重傷の傷を負って意識が飛んだようなもんをそのまま乗せて帰ってくる馬がたまに頭が変だな。自分の主人が危機に瀕しておるというのを重々承知しておる。そういった馬は大切にせんとかんな。わしらの頃は足の速い馬、体の強い馬が重宝するのはもちろんのことじゃけれども、何より大前提としてはやはり頭の良い馬。どうしても馬の中にもな、たわけたのはたまにおるんだわ。どうしても言うこと聞かんやつだからな。よっぽどじゃんか。ちゅうのも育て方が悪いだけど、人を信用できとらんやつはやっぱり人を乗せると暴れる。どうにもならんのは臆病なやつだな。どうしてもおるんだわ、たまに臆病すぎるやつ。それこそ甲冑の擦れる音で驚いて跳ね上がる馬がたまにおるでな。さすがに臆病すぎる馬には乗れんけれども、まあ何よりかんより馬の良馬を決める基準としてはやはり賢さだな。どんなに足が速くてもどんなに体が丈夫でもやはり賢い馬には劣るわな。いざとなりゃわしらはもう全て馬に任せるしかねえやで。
や何個が言っておるように、実はわしら合戦の場、戦の場では実は馬に乗ってはおらんのじゃな。どんな熟練の武者であれども馬から降り、太刀にて槍を振るい、刀を振るというのが、ごくたまに馬術の極みまで達した者が馬上槍、また馬打ち者と呼ばれる風に、いわゆる馬に乗ったまま戦う術を身につけた者もおるけれど、ちゅーても限度があるでな。ちゅーたって10人に囲まれりゃ馬も驚いて止まるわさ。馬なんか止まっちまえばな、わしらも相場から急に降りることはできんで、もう格好の的よ。過労死で馬上弓、まあ現世でいうとこのやぶさめっちゅうやつ、あれだけはそんでも頑張りゃ誰でも身につける技術の一つ。正確に的に当てるのは非常に難しい。上から的を弓ぐれちゃったら多少上に乗りがありで、そこでじゃあでもこんなんもわしらの頃からしてみりゃもう平安時代の技だでな。もう時代遅れもええとこりゃ。もう当時のいわゆる平安時代と呼ばれておった時代の武者の戦い方というのは、いわゆる一騎打ち、大将同士が名乗りを上げて大将同士で一騎打ちをして首を取った方が勝ちとするのが習わしであったが、わしらの頃はもういわゆる集団戦法、いわゆる何千対何千、何万対何万、何万という人数が一つの場所で共にぶつかり合う、いわゆる総大将なんか一番後ろでふんぞり返ってるだけだ。もう馬上弓、馬上筒なんて、まあ、なあ時代遅れもいいとこだ。馬上筒はそれ、馬上弓なんか時代遅れもいいとこだった。たまにおったけどな、馬上弓の武者知っても、まあ、あれだな、驚かしにはちょうどええわ。ちゅうてもそんぐらい。だってわしらの頃からしてみりゃ、一平卒はそれこそ馬に乗れんでな。とはいえ馬に乗る難しさはおそらく現代の者たちよりも重々承知しとる。乗れんのだね、乗らん者たち。だってあれだわ、主らが乗れん乗り物に乗っとるものすごいなっちゅうて思うよ。戦闘機に乗っとるものがすごいなって思うぐらいで。だって逆に言えばそんなものに乗りながら弓を放つ者が目の前に来れば、なんという武者だ、あんなもんにかなうわけがない、まあ、前線の者たちが崩れるぐらい、まあ、十分な効果だけど。だってたまにそれを狙ってやる者はおるけれども、それをするためには間違いなく先駆けせとかだな。先駆けは大変だ、わしが言うのもなんじゃけど。そう考えりゃよう働いたもんじゃよ、わしのこの体なんか。先駆けするわ、しんがりするわ、中断で管理職するわ、なんでもござれよ。だいたい先駆けするのはイノシシ武者、出世のことなんか後先考えずに戦場で口果てられれば本望というものが非常に多かった。上に現世において名前が残ったものが多い。なぜか死んどるから。ああ、そういう意味ではおそらく相当まれの方じゃよ、わしなんか生きとるで。あんだけ散々無茶やらかして生きとるんだから運が良かったんだろうな。まあ、中でも死にかけとるし、見えんとこにこさえた傷なんか数知れんねん。まあ、見えるとこにもこさえた傷がよくあるよな。目の下とか。あれは一生治らんの。だよ。まだね、先駆けとしんがりがあまり現世において評価されておらん理由。名前が残っておらん。なぜ名前が残っておらんのか。命を落とすか。嫌な、大体どこの家でも先駆け武将の名前はそんなのことなんじゃない。なぜわしが偉い。
結論。結論。ちゅでもわしは早々にそんな立場でもなくなってまったっちゅうのが一番先駆け勤めとるもんは一生先駆けやっとるもんもおるで、それこそわしがまだ若武者としてなあ開発に出てなあ伊能に出てちゅうてやっとった頃にもうすでに織田の子さんでまだ先駆けじゃっちゅうて声荒げて突っ込んでとるじいさまもおったぐらいだろ。気づきゃいなくなっとったけど残ったんじゃろうな。んなもんだで、わしらの頃なんだ。馬の話から随分遠ざかったな。馬も一緒、現世において名前が残っておる馬は何かというと生き残った人間が乗っておる馬だ。死んだ人間の馬は死んどるで、名前が残らん。功績が認められる前に主人が死んでもあるな。どんなに首上げだって帰りに一発もらえばもう終わりだで、名前は残らんで。こう上げて帰ってこないからな。なんでわしの谷風や、それこそ清正の帝釈繰りで、他の名馬と呼ばれるような馬が名前が残っておるのはその主人たちが生きとるか。他にもええ馬は行さんおったよ。それこそ関東の方なんかに行きゃあそこは一大馬産地だで、ええ馬なんか行さんおった。わしの谷風だって関東の方から連れてきた馬だ。どっかの誰かに連れてかれたし後ろにクラッとしてだよ。後々な、どっかの赤い甲冑来たのがわしの谷風ちゅう馬を連れてどっかに行って松風と勝手に名前を変えてしまう。それ以降現世に残っとる名前は松風と呼ばれる。実はあの馬はわしが捕まえてきた谷風という、馬じゃったけどな。今思うだけでも惚れ惚れする馬だ。まああれ以上の馬はあれだな、東海帝王か北サンブラックぐらいだけど。東海帝王知っとる？知らん。1991年にあの3歳馬で3冠取るんじゃないかって言われたけれども、夏場に骨折してあの2冠止まりになってしまったあの忘却の馬がいるけど、どうでもええか。名馬という名馬が一挙だよな。一年ごとに名馬が生まれた年だで、大体次の年に成田ブラウンが出てきた。そこから数年後になるとあのサイレンス鈴が、サイレンス鈴がつくのが起きたな。あの地方競馬から出てきてな、あの強かったんじゃけどな、なんせあの走り方が逃げ馬だで。まあ、この話始めると長そうだね。切り押しと記事来るまで話すね。逃げ馬というのは馬団の中で常に先頭を走り続ける、いわゆる先駆けだ。だって後半には大体バテるんだよな、最初から走る。だって勝ったり負けたりしとったんだけど、勝つ時は本当に強かったんだ。もう他の馬置いてきぼりよ、ダントツで抜きに出てそのまま最後まで持ってくる。ただ体が弱くてな、途中で怪我してそのまま落ちるんだけど、馬っちゅうのは足の骨折れるだけでそのまま殺処分だね。なぜかわかるけど、どの道死ぬで。馬という生き物は良くも悪くも走るために生まれ、走るために生き続ける馬だ。走れなくなった時点で死んでしまうんだ。なぜかというと、いわゆるストレス心労だな。馬というのは走ることによって自分の生きがいを感じ、ストレスを解消しな、あとはいわゆる新陳代謝を活発にして生活していく馬なんで、故にひどい骨折をすると走れなくなる。そのまま死んでしまう。よし、ちょうど馬の話が終わったところ。馬
の、まあ、ちょうどあのサイレンス鈴鹿だった。窓骨マフンって言え。マフンがどうしたんですか。熱わしらもよくボバ拾いしとったなっていう話だ。あ、ボバ拾いよ。秀雄様なんてババにまみれて生きてきたと思うんですから。ババにまみれて生きてきた。でもそれこそわしらが若い頃なんか信長様の通られた後のボロ拾いもわしらがやらされとったんじゃよ。きたね。それが家臣の務めだね。確かにな。それでいくらもらっとったんですか。それぐらいもらったかな。でもわしはまあそれで最初な、私それこそ一国二国ありゃいいかなぐらい。お辞儀は100超えてください。いや、その時国じゃなかった。銭でもらってる。うわ100貫。あ、でも100貫なら全然いいですよ。年100貫かな。秀雄様やったよね、もうわしは全然もらえてなかったな。もう本当にその辺の雑草食って、そうそう、土壌食べてね、土壌食ってで、馬房で寝て、でカエルの鳴き声で起きて。細かいな。それは知らんじゃん。とりあえず朝一回草履温めて。誰の？信長様の。毎回で信長様があの起きられて、あの川屋に行くまで待って。でもそれぐらいの根性必要だ。さすが秀吉様。ババにまみれて。ババにまみれて。ババにまみれてババで生きる男。ババにまみれて。みんな見てちょ。何が一番かって徳川殿に一番申し訳ない。さすがよくお前で今の文言だけで分かるとは。そうだろ、ババにまみれてって言っとったんだろ。辛抱に辛抱重ねて。確かにそれは辛抱重ねるわ。そうだな、わしは絶対やりたくない。ということで、南谷有安さんが明日は中部国際空港で、人魚フェスティバルに我らも出陣、そしてお城はもちろん我らおるゆえに、セントレア、お城、どちらでも気をつけていきましょうよ。ではまた、さらばじゃ。ありがとうございました。